はいどうも、おいきみちです。今回も山荘やっていきたいと思います。ということで、ちょっと前回ね、かなり、名前のご指摘をいただいて、ちょっと申し訳ないです。インサージェンシーサンドストームということで、ちょっと長いので、これからちょっと山荘という風な略し方で通させていただきたいと思います。そこら辺はご理解いただきたいと思います。はい、ということで、今回もやっていくんですけども、まあ、今回はもちろん後付け実況で M4A1 のガンマッチがものすごく強いっていうね、風な多分タイトルになってると思うんだけど、ものすごくこれが強いんですよ。まあ多分サンスト自体、このゲーム自体のシステム的にやっぱりあんまり突撃するべきじゃないゲームかなっていうには私もやっぱやってて思いました。っていうのも、やっぱ ADS 速度がやはりかなり遅いゲームなので、あんまり突撃するゲームじゃないなっていう風にはやっぱ思って、この時ね結構角待ちするとか、いう風な感じ、あとジャンプとか結構取り入れたりとかして、少し立ち回りを変えてみました。そのところかなりキルが取れました。そしてね、あと M4A1 もねかなり強いんですよね。リコイルもしやすいし、あとちゃんとカスタムすることによってフルオートでもしっかりと狙えることができるっていうことで、これかなりおすすめじゃないかなっていうふうに思いました。特に倍率サイトで、狙う M4A1 が一番いいのかなっていうふうに思いますね。まあ、結構さっきのシーンでもあったんですけど、打つときにジャンプしたりで、ジャンプしてちょっと相手の射線ずらすとか、まあ、低空ジャンプみたいな感じじゃないんですけど、まあ、そういう風な感じでやっております。まあ、正直ジャンプしなくてもいいかなっていうには思うんですけど、なんか見栄えもかっこいいからちょっとしようかなみたいなはい、そういうとこがあったんで、ちょっとやったりとかしてます。で、あとね、この箱のポジションで、こういうところとかのポジションとかで、あと今回この時使ってたのが、バイポッドが立てれるグリップ、フォアグリップを使ってたんですけど、これのがすごくいいところが、やはりこういう箱とかが前にあった時とかにバイポを立てながら打つことができるんで、その時にすごいリコイルがしやすくなるんですよね。あとは、まあ、単純に寝っ転がった時にもバイポの機能が働くんで、もうほぼほぼの、もうブレることがない感じで、まっすぐレーザービーム砲が打てるみたいな感じでできるんで、そこがいいかなっていうふうに思いました。で、まあ、こんな感じでね、ずっと狙ったりしてるんですけど、ただこの箱のところがね、かなり強いね。うん、ここでイモることができるっていうね、そしてこんな感じで階段から来る敵も1枚カットって感じでね、やっぱりね、足音を聞いてどこから来るのかなっていう風な感じで、もうそこ、もう足音がした方をちゃんと目視してガン待ちするっていうスタイルがこのゲームでかなり求められてくるところなのかなっていう風に思いますね。で、この時ねちょっとロケットランチャーでやられてしまったんですけど、逆に言うとあの中を突破するためには RPG をぶち込むなり、あとグレネード投げ込むなりすると中にいる敵をやっつけることができるんで、まあ、そういったところをね、まあ、ちゃんとした強ポジをしっかり潰していくってところもこのゲームで大事なのかなっていう風には思いました。で、まあ、次にねここの場所で持ってるんですけど、この場所でもね本当に強いんですよ。なんつったってね、今回ねバイポッドフォアグリップってことで、フォアグリップの機能を持ちつつも寝っ転がったりとか、あと、まあ、台があった時とかにバイポが効くってことで、意外とここしかもね見落としがちなんですよ、通る人で。まあ、この時だいたい試合時間が十数分ぐらいで、結構長い試合で結構がっつりカットしてる部分はあるんですけど、だいたいねここだけでも何枚だったか、多分4枚5枚ぐらい持ってての最終的にはちょっと覚えてないんですけど、かなり持ってっているんですよね。で、あとまあもちろんねここにいるってことが多分フルパとかだと伝わると思うんですけど、大体このインサってやる人ってやっぱ野良の方同士でやったりすること多いじゃないですか。で、多分連携もやっぱ取りづらいということで、やっぱこういう場所、大体他の人だと階段の完全に上登って立ちながらガン待ちとかしてるところを、あえてこの木箱なのかと段ボールの上っていうのかの上で寝っ転がることによって、まあ、敵のね意外性をつくっていうね、こんな感じでね、はい、これがねマジで強いっていう。しかも敵今木焚いて突っ込んでこようとかしてるんですけど、木焚くことによって逆にこっちの位置が分かりづらくなるっていうね、そういうとこがあったりとか、で、あと決め打ちして入ってこようにも意外とこの段ボールの上だけを決め打ちして入ってくるって結構難しいと思うんですよね。もちろんね、歩きながらのエイムとかだと、やっぱりこのゲームどうしてもリコイルっていう概念がでかいんで、ここのね、段ボールの上は本当におすすめかなっていうふうに思いますと。で、あとね、話はちょっと変わるんだけど、インさんの結構やってて思ったのが、立ち回りかなり勉強になるなっていうふうに思いました。他のゲームとかでもやっぱりやってると、やっぱインさんならではの立ち回り方っていうのが、例えばこのね、歩きながら移動するとか、で、しっかり打つときは止まるだとか、そういう立ち回り方って、まあ結構動き目の激しいゲーム、最近だと私結構配信の方で Apex とかやったりする。Apex とかだと使えないんですけど、他のゲーム、例えば、まあ多分 CG だったりとか BF とかだったりでも、まあかなり使える立ち回りなのかなっていうふうには思いました。なので、
まあ、立ち回り方を覚えたいとかいう方もかなりインサン効果のね、ゲームかなりいいんじゃないかなっていう風にね、ちょっと正直やる前やってる最中は、まあ、ハゲゲーだなっていうふうに思ったんだけど、やっぱり慣れるまでがすごく時間かかるゲームだなっていうふうに思いますね。やっぱりこういう風にね、イモりながらやるゲームで、しかもリロードも結構長いんで、浮かずにリロードも入れることができないで、なおかつリロードを間違って入れてしまうとマガジンを落としてしまうっていうね、そこがあるんで、やっぱりそこのね、兼ね合わせが難しい。そしてね、やっぱ死因がこういう風に、ね、感じでね、グレポンみたいな感じ、やはり爆発物で死ぬことは角待ちは多いっすね。だからそこがね、やっぱしっかりと立ち回っていかなければいけないところなのかなっていう風に思います。でここがね、すごくね、重要ポイントかなっていう風に思うんだけど、やっぱ階段だけで待つのではなくて、待つとこもこういう風に変えていくっていうね、この感じ。まあ若干この段ボールの上から上に行くことによって車線を少し減らす、だけどここが RPG 打たれるっていうねちょっとね、いいとこ見せられなかったんだけど、あんな感じでずっと同じ場所にこもるんじゃなくて、もう次から次へと角待ちで場所を変えていくっていうのが、まあ、勝利につながるかは別だとして、ただやっぱキルすることがこのゲーム大事前提だと思うんで、これがすごく大事なのかなっていうふうに思いました。でこういうふうに、ね、さっきね、ゴミ箱の後ろに隠れてたんだけど、あえてこのゴミ箱の後ろがこっち側に隠れると。で、あとこの出てくる人の場合だと、やはり足音をしっかり聞かないといけないかな。銃声とかね、結構やってて思ったのが、この時あんまり銃声のことを聞いて動いてる人っていないのかなっていうふうに思いました。こんな感じでね、3枚目カットできるっていうこのことで、ぶっちゃけ、まあ、2分の1だから、出るときにちゃんと右左クリアリングすればいいところを、なぜかここはあまり敵の人はクリアリングしかなかったので、まあふうに簡単にね、イージーキルができたって感じもあるんで、まあ PVP でね、あんまりキルキルキルって感じで気にするっていうのもちょっと微妙かなっていうふうには思うんだけど、やっぱりキルできないと面白くないよねっていうね、こんな感じで、ほら今2枚カットできるもう死体の山が積み重なっていくっていうね、もうここのポジションマジで強いからね、皆さんやってみてくださいって感じですね、本当に。でここも木たかれたんで、左から移動してここで2枚カットしていくとね、まあこんな感じなんですよね。この時は本当にね、ハラハラドキドキしたっていうね、もういつ死ぬかわからない状態だったから、もうすっすごい怖くて、どうしようどうしようみたいな感じだったんだけど、なんとかキルできたっていうね。でここもね、しっかり足音を聞いてたから、ここで右側にいる敵にも反応できると。やっぱりね、足音ゲーですね。やっぱり結構わからないっていう人、もしインサンやっててキルできないっていう人は、まず角待ちをして、あとリコイルにまず慣れるっていうところじゃないですかね。歩きながらやっぱりリコイルするっていうのは難しいと私は思ったんで、もうしっかりとしっかりと立ち止まって一個一個丁寧にキルしていくっていう感じですかね。あとやっぱ AK シリーズ、今 AK とかに持ち帰ってはいるんですけど、 AK とかってやはりマガジンとか、マガジンっていうかアタッチメントとかの関係で結構リコイルがでかい部銃だと思うんですよ、ファルとか。なので M4 とかそこら辺でまず練習してしっかりと撃てるようになってから他の銃をやってもいいのかっていうふうにおすすめです。はい、まああとは焦らないことですかね。まあ、ちょっとこの試合とかだとね、後半はね、歩きながら打ったりとかしてたりする部分あるんですけど、正直打ち合うときはでもちゃんとね、しっかりしゃがんで止まって打つっていうのが基本かなっていうふうには思いました。でただね、ちょっとね、私がこの時ね、もう帰るのが遅すぎて、もう結構とっくの間にね、いい拠点が取られて、もうラスト分けないっていうね。だからここがちょっと難しいよねっていうふうに思いますね。やっぱり、どうしても、ガン待ちすればするほど、キルは取りやすくなるけど、やっぱキルイコール味方の勝利につながるわけじゃないんですよね。やっぱり、ラインは一定上げさせないっていうのが、やっぱ守り側の、ちなみにこれ防衛がやってるんですけど、防衛の基本だと思うんで、そこがちょっとまだ自分にはないとこかなっていう、ちょっとそこがね、もうちょっとできればいいかったかなっていうふうには思いましたね。ただここもしっかりとやれたっていう、この時本当にね、調子が良くてね、めちゃくちゃキルできたんだよね。でこの時もね、武器を変えて、ただ敵の武器拾った時の注意点として、敵の武器拾った場合はマガジンは1つしかないので、そこは注意です。そこだけはね、しっかりと。でここエイム荒ぶってもギリギリ倒していくと。はい、いやーでね、ここで見事やられてしまうといった感じです。はい、ただ感じでね、まあ成績の方は、26-6だったかな確か。今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ぜひともね、高評価とチャンネル登録のよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただけると、私のモチベーションにつながりますので、あとコメントの方も気軽にお願いいたします。それではお疲れ様でした。